福代です。葵だぜ。戦後最大の集団食中毒事件といえば認定者数1万4780人っていう雪印乳業の事件だよね。史上最大の集団食中毒事件といえば、1936年5月10日、運動会終了後に配布された大福を食べた生徒、教員、その家族ら2116人が翌日以降に食中毒を発症。44人の命が奪われた浜一中大福餅事件だけどな。食中毒の恐ろしさが伝わってくるわね。それに55年経った今も健康被害に苦しみながら、さらには子や孫など、次世代への影響が心配される前代未聞の食中毒事件だってあるんだぜ。食中毒で遺伝？ということで今回は今なお続く深刻な被害をもたらした金見湯症事件を紹介していくぜ。どんだけヤバい事件なんだろ。まず、加害企業の金見倉庫は1938年福岡県北九州市小倉北区に設立された。倉庫用と食用油や飼料用油の製造を営む企業だ。倉庫用の他に油を作ってたのね。第一次世界大戦中に設立した加藤精米所が1938年に九州精米株式会社となり、1958年に東方倉庫株式会社と合併し、国指定倉庫となって金見倉庫に変更したんだ。終戦の1918年から数えても事件が起きる1968年まで50年も続いてる会社だったのね。だな。精米から始まって1960年代に入ると米ぬか製造装置を導入して、米ぬかから作られる、ライスオイルの製造、販売を始めたんだ。食用米ぬか油金見ライスオイルね。いい感じのブランド名じゃない。問題はこのライスオイルの生成工程でカネクロールっていう名前で販売されていた人工の化学物質、PCB を利用してたことにあるんだ。ちなみに PCB はポリ塩化ビフェニルの略称だぜ。その PCB はどんな役目をするの？PCB は対象を加熱したり冷却する際に目的の温度に制御する熱媒体としての機能を持っていた。熱にも酸にも強く、電気を通さない PCB は工業用のオイルに適していて、繊維やアスファルト、段ボールやゴム、冷暖房などあらゆるものに使われてたんだ。PCB は当時はもてはやされてたのね。日本で初めて PCB を開発したのが金加だ。1949年に金淵紡績から、非繊維事業を分離、独立したのが兵庫県高砂市にある大手化学メーカー金ヶ淵化学工業。今の金加だ。金クロールは1954年4月から製造を開始してる。金淵紡績って金棒？全身企業は同じだな。金見倉庫は PCB 金クロール400をステンレス製打管に循環させ、食用米ぬか油を熱する脱臭機構を採用し、1961年に装置を購入したんだ。油を作る時の脱臭工程で必要なものだったのね。なんせ当時 PCB は夢の化合物と呼ばれてたからな。金見湯は相当売れたんでしょうね。じゃあ金見湯について詳しく見ていこう。流通経路などはっきりしたことはわからないが、金見倉庫がある福岡や長崎、広島、高知など西日本の11県が被害の発祥地とされてるから、広い範囲の店舗で売られていただろう。ライスオイルなんて美味しそうだもんね。金見湯の製造方法はこうだ。ステンレス製打管が内部に設置された巨大な脱臭装置に油を満たし、250度まで加熱した PCB を蛇管内に循環させて間接的に油を熱していた。こうすることでライスオイルと PCB は接触することはない。ここが肝心だ。どう肝心なの？ PCB は変化すると人体にとって強い毒性を持つことになるんだ。摂取すれば皮膚や内臓に障害が出るし、重症化すれば命に危険が及ぶんだ。そんなヤバいものだったの？ただ、この頃は PCB の危険性はそれほど知られていなかったんだな。金見湯の製造には PCB は欠かせないものになってたのね。PCB は加熱によって構造が PCDF に変化するものがある。この PCDF はダイオキシン類の一種なんだ。ちなみに PCDF はポリ塩化ジベンゾフランの略称だ。ダイオキシンってどっかで聞いたわね。プラスチックを燃やすと発生する有毒ガスのことだな。ダイオキシン類は日頃の食事からほんの少しずつでも摂取されるものなんだ。そっか、ゴミ問題で聞いたんだわ。この PCB が加熱で変化した PCDF は脂肪に蓄積されやすく排出しにくい性質がある。一定量を超えると癌の発症や奇形に誘発、生殖障害なんかを引き起こす可能性があるって言われてるんだ。なるほど。でも脱臭装置は肝心なところがしっかりしてるから大丈夫なんでしょう。最初の被害が報告され始めたのは1963年頃だ。金見のライスオイルの製造が始まって2年くらい経った頃ね。北九州市内で黒い吹き出物ができた、爪が変色したという異変とともに手足が痺れたり、
全身に倦怠感があるなどという患者が現れ始めたんだ。それでも通院したのは、ほんの一部なのかもしれないわね。医者側もこの時点では金身のライスオイルが原因なんて思いもよらなかったし、症状が様々で原因の特定はできなかった。ところが1968年2月中旬、西日本各地で金身倉庫製のダーク油を添加した配合飼料を与えられた鶏に異変が起きたんだ。養鶏場の鶏の餌、40万羽もの鶏やヒナの命が絶たれ、207万羽の鶏に産卵の急激な低下が見られるなどの異変が多発したんだ。ライスオイルだけじゃなかったの。1968年3月14日、鹿児島県畜産課が2月からブロイラー団地で鶏の息絶えている事例が続発している。と福岡市飼料検査所に報告。農林水産省家畜衛生試験場や福岡市飼料検査所の調査により、金身倉庫製造のダーク油を含む配合飼料が原因と判明したんだ。ダーク油っていうのはどういうものなの？米ぬかから米ぬか油を製造するときに出る油かすや飛沫油を再利用して作られた黒っぽい油だ。そのダーク油から多量の PCB が検出されたんだ。米ぬか油ってことはライスオイルも？そうだ。その製造過程で脱臭等の熱媒体として使われていた PCB が混入したんだ。当時の農林省は金身倉庫への立ち入り調査で鶏が大量に犠牲になった原因をダーク油と特定したが、汚染源や同じ工程で製造された食用米ぬか油を詳しく調べなかったらしい。私でもヤバいって思うのに。食用油は安全と誤った判断をしたんだな。さらに食品衛生を担当する当時の厚生省にも、事件について通報しなかったらしい。もし通報していれば食品行政の担当機関が、食用油の安全性を確かめたり流通した油を回収したりしたはずなんだ。そうしていれば人的被害は抑えられたかもしれないのね。福岡県はすぐにこの配合飼料の販売中止を呼びかけた。そしてちょうどこの頃、北九州だけじゃなく西日本一帯で、ニキビ状の吹き出物が体中にできる奇妙な皮膚炎にかかる人が続出していたんだ。金見倉庫が作ったライスオイルを食べた人たちね。発覚は1968年10月だった。患者の一人が奇病が集団発生していると福岡県大牟田保健所に訴え、使用中の金見ライスオイルを提出し分析を依頼したんだ。患者が保健所に駆け込んだのが先になっちゃったのね。福岡県衛生部は九州大学病院に職員を派遣し調査を開始。北九州市衛生局は金見倉庫に立ち入り調査を実施する。そして厚生省は大阪衛生の各府県に米ぬか油販売停止と患者の報告を指示したんだ。でも、どうして PCB が混入なんてことになっちゃったのかしら。事故の原因は脱臭管と呼ばれる装置の蛇管にあった。1968年1月末、蛇管にピンホールが3つ見つかり、ここから大量の PCB が油に流れ出たとされた。この開いた穴から約 300kg の PCB が混入したらしいんだ。穴が開くなんてありなの？当初は PCB が蛇管を腐食させて穴を開けたと思われたんだ。でもその後の裁判の過程で金見倉庫が脱臭装置の温度計保護管の間口を広げる工事で、誤って蛇管に穴を開けた工作ミスが原因だったっていう話も出てる。いや、ミスったならすぐ穴を塞ぐとか混ざった恐れがあるなら破棄するとかなんかするでしょ。金見倉庫はミスに気づいた後も汚染された大量の油を廃棄せず、正常な油と混合させながら、再脱臭し点検せず出荷したとも言われてるんだ。それに1963年から患者に症状が出始めてたとすれば穴はもっと前から開いていたかもしれない。恐ろしい。1963年から少しずつ漏れ始めて1968年2月に鶏が被害に遭って、10月には人的被害が拡大してしまった。その原因は2説あって断定できないけど、はっきりしてるのは PCB が混入してることが分かったのに。それを破棄せず正常油と混ぜて再脱臭し販売した。最低ですな。だな。2説のいずれを取るかによって責任追及の対象が変わるから一連の裁判で大きな争点になったんだ。当初はピンホール説に基づいて判決が出されていたけど最終的には工作ミス説によると認定されてるぜ。いや、私は穴より再犯してるのが大問題だと思うけど。さっきも話したけど、この頃は PCB の危険性はそれほど知られていなかった。混入事故の発生を、事の重大性に気づかず、汚染油の廃棄や隔離等の処置を怠り、これを含む製品を消費者に販売してしまったってことだな。それって被害を受けた患者さんもだけど工場で働いてた人にとっても結構苦痛だよね。会社の責任半端ないでしょ。ある時期から PCB をパイプ内に注入する回数が増えた。なぜこんなに早く減るのだろうと疑問に感じていたって金見倉庫職員の証言もあるんだ。
PCB が危険物だっていう認識さえあったら結果は違ってたのかしら。1968年10月24日には、ライスオイルを摂取した妊婦から、生まれた骨褐色の赤ちゃんが生後2週間ほどで息を引き取ってる。命の危険にさらされてるんだって気づくのが遅すぎたのは間違いないな。黒い赤ちゃんね。1968年11月4日、油晶研究班が金見湯に含まれた有機塩素化合物のガスクロマトグラフの、パターンが金ヶ淵化学の PCB 製品カネクロール400のパターンと一致することを証明し、金見油晶事件ははっきりしたんだ。被害に遭った人ってどれくらいいるんだろう。被害件数は保健所に届けられた件数だけでも1万4000件と言われてる。金見ライスオイルを使った料理を食べた人たちが次々と症状を訴え、福岡県では奇病が集団発生したと大騒動になっていたんだ。1万人以上の被害者なんてまさしく前代未聞だね。被害者数が半端ない場所がある。長崎市から海を隔てて 100km の海上に浮かぶ大小152の島々。五島列島だ。ここに長崎県内の金見油晶認定患者788人のうち704人が集中してるんだ。離島で被害が拡大されたのはなんでだろう。金見ライスオイルは最初、米ぬかを使った高級品として売り出されたんだけど、五島ではその時期に大安売りされたっていう話がある。当時は道路が整備されてなくて、船便で運ぶにも不便があったから食卓に必要であれば深く考えずに買ってたんだ。まさか意図的にさばいた。兵庫県姫路市在住の被害者はライスオイルを天ぷら油にするとプクプクと変な泡が湧いてきた。健康にいいと評判だったけど、母がこの油おかしいって。それを食べてから最悪の人生やったという。症状はどんな？お尻や背中に海のある大きなおできができ始めたそうだ。クラスの半分以上が同じ症状だったそうだ。下着に海がつくから毎朝、母が海を絞り出して薬をつけてくれたという。弟も同じだったようだ。クラスの半分以上ってことは、その時点で何人も認定されるべき人がいるってことよ。彼女は成長すると原因不明の高熱を繰り返して入院。癌で右の卵巣を取った。高校も入院ばかりで、行きたい大学は諦めたそうだ。傷や病気だけじゃなく、人生も変えられちゃうのね。大阪市に住む女性は9ヶ月の早産で生まれた赤ちゃんが全身紫色だった。その姿を見た母親はパニックを起こし、気を失ったという。赤ちゃんは母乳も喉を通らないまま、わずか2週間で人生を終えたそうだ。気の毒すぎる。ライスオイルは米やから買った。体に良いと言われ普段から天ぷらや野菜炒めなどに使っていた。使い始めて2、3ヶ月経つと女性の体中に赤い湿疹ができ、かゆみも出た。頻繁にめまいに襲われるようにもなったそうだ。すぐに症状が出ないケースもあるのね。2歳の次女は小児喘息になり、引きつけを起こして月に数回、救急車で運ばれた。夫は腹膜炎で倒れて仕事ができなくなり家族は生活保護に頼らざるを得なくなった。一日を生きるのが必死だったっていうぜ。幸せだった家庭をどん底に落とす食用油ってどんだけよ。おまけに血液中の PCB やダイオキシン類の濃度について女性は一般人と差がないとされ、患者認定されていないんだ。米ぬか油を摂取した事実で認定すべきよ。水俣病の研究で有名な原田正澄先生が金見油晶を、病気のデパートと例えるほど症状は実に様々だ。さっき、事件の始まりは大量の吹き出物や目やに、皮膚症状や倦怠感って言ってただろ。爪の変色もね。だな。特に吹き出物は顔や背中、耳の後ろやお尻など全身にできて、ひどい悪臭がしたそうだ。髪の毛が大量に抜けたり、視力が低下したり、耳が聞こえにくくなったりもした。骨の変形や関節の痛みで歩けなくなったりと全身に及ぶ疾患で苦しんだんだ。まさしく全身病ね。脳梗塞で倒れたり、様々な箇所の癌ができて命を落とす患者も増えていった。そして紫や骨褐色の赤ちゃんが生まれてくることも増え、生まれてすぐ息をしなくなる赤ちゃんもいたんだ。母体に PCB が入ると赤ちゃんに影響が出るのね。PCB が女性ホルモンの分泌を抑制する働きがあるからな。女性ホルモンが減少してしまうために、月経時に激しく出血したりかなり痛くなったりもしてしまうんだな。ちょっと気になったんだけど1万4000人も被害者がいて、金見油晶認定患者が788人ってどういうことなの？気がついたか。日本全国でおよそ1万4000人が被害を訴えたが認定患者数は2022年末時点で2367人だ。家族が同じものを食べて被害に遭ったにもかかわらず家族のうち1人だけが被害者に認定されるケースもあるんだ。なんでそんなに少ないの？
68年10月から69年7月にかけ、被害を疑って保健所に届け出た人は近畿異性で約1万4000人に上り、9割超が金未流を口にしたと確認されたんだ。でも、その時点での患者認定は900人ほどにとどまった。金未のライスオイルを口にしたって認めてくれてるのに認定されない。当時は皮膚症状を重視する狭い認定基準が適用され、油の流通経路の調査も一時期の製造分に限るなどと徹底されてなかったんだ。だから多くの被害者が救済から漏れている可能性があるんだ。そんな、決して軽い症状じゃないのに。血液検査や皮膚症状などを踏まえた医師の総合的判断のもとで認定されるもので、この認定基準には血中のダイオキシン類濃度が判断材料になってもいたんだ。そもそもこの基準ができたのが2004年なんだ。なんですと、頭が混乱してきたわ。皮膚疾患と血中ダイオキシン濃度が基準に達していなくても発症当時、食事を共にしていた。認定患者の家族を一定の条件の下で患者とみなす同居家族認定が加わったのが2012年だ。金未流症患者を本気で救済しようっていう気があるのか疑問ね。当時の金未ライスオイルの製造量から見ると潜在する被害者は10万人を超えるっていう試算もあるそうだしな。でも2012年に救済法ができてからは申請した人の 99% は患者認定され公的支援も受けられるようになったそうだ。救済されずにこの世を去らなければならなかった人たちも少なくないから微妙だけど少しはホッとするわね。いや、ホッとしてばかりもいられないんだ。多くの被害者が今、子や孫にも原因不明の異変が出ていると訴えてるんだ。食中毒って遺伝するのって思ったけど、ダイオキシンを摂取したっていうなら公害だもんね。だな。ダイオキシン類の半減期は人の寿命を超え、被害者の体内には未だ高濃度に残存していることが全国油症治療研究班の調べでわかってるんだ。胎児には胎盤などでブロックされ、ほとんど移行していないとされてるけど、そうとも言い切れないんだ。生まれる直前に力尽きたり、黒い赤ちゃんだって存在するもんね。発覚から半世紀が過ぎた今、次世代からも健康被害を訴える声が上がってくには、2021年に次世代健康影響調査に着手してるんだ。次世代の症状もひどいの。大阪府に住む認定患者の54歳男性の23歳になる長男は顔や背中にできる。ひどいニキビに悩まされてきた。服やカバンで擦れると腫れたり、膿が潰れたりする。朝は目やにが固まって、まぶたを開けることができないそうなんだ。23歳ってことは直接 PCB に触れる可能性はないわよね。父親は3歳の時にライスオイルを食べていて患者認定を受けてるんだ。2008年の健康実態調査で回答者の約4割が事件発生後に生まれた子供に身体症状があると答えたそうだ。そんなに？PCB やダイオキシン類は胎盤や母乳を通じて母から子に影響するとの研究結果がある。それでも子や孫世代で患者認定を受けている人は多くない。一方父から子の影響については、未解明だが症状を訴える人は現実にいるんだ。直接被害を受けてる人が認定されないのに次世代が認定を受けるっていうのはやっぱり難しいのかしら。2023年6月23日、金未油症で初の次世代調査の結果が公表された。患者の子や孫、292人の調査結果が発表され、頭痛や月経不順などの自覚症状が一般と比べて多く、唇が割れた口唇裂や口腔と鼻腔がつながる口蓋裂の発生率が高いということが分かったという。認定されたわけではないのね。2024年2月には次世代のダイオキシン類の血中濃度などを発表するっていうから子を持つ患者からは、認定につながる研究を望まれてるんだ。認定されれば加害企業に医療費を請求できる。でも今の基準で認定される次世代被害者はほぼいない状態なんだ。加害企業に請求できない方がおかしいわよ。ところがなかなか難しいことになってるんだ。1970年、被害者たちは金未倉庫と金ヶ淵化学工業と国を相手取って賠償請求訴訟を起こした。裁判が進むにつれ、汚染油を製造販売した金未倉庫の敗訴は確定。そりゃそうでしょ。有害化学物質 PCB を食品工業用として製造販売した金かや、ダーク油事件をめぐる対応が不十分で油症被害の拡大を防げなかった国の責任を認める判決も複数回出ている。国は原告患者ら829人に対し、損害賠償金約27億円を仮払い金として支払ったんだ。え、そうだったの？すごいじゃない。ところが1986年5月、司法は一転して金かと国の責任を否定。最高裁でも敗訴の可能性が強まった原告側は、最高裁の提示した金かとの和解案を受け入れ、全訴訟一括和解方式で成立したんだ。なんで？
最高裁で全面敗訴すれば国からも仮払い金返還を即座に迫られることなどから、原告側は国への訴えを取り下げる苦渋の選択をしたんだ。そんな、金川最終的には総額105億円の支払いに応じ、代わりに和解条項には今後、名目の遺憾を問わず一切の請求、要求等をしないとの文言が盛り込まれ、金川事件についての責任がないことを原告に認めさせて和解してるんだ。被害者の救済を止めたのが裁判だったなんて。一連の裁判がほぼ終結した1987年頃から、金見湯賞に関する報道はほとんどなくなった。しかしその間に元原告には国からの仮払い金返還の督促状が届いた。返済義務はあるんだ。原告の多くは仮払い金を使い果たしてた。生活費や治療費に充てていたんだ。何より勝訴を確信してたからな。そして1997年、国は元原告や遺族に仮払い金返還を求める調停を一斉に申し立てたんだ。血も涙もないとはこのことよ。裁判が終結して10年、子供は大人になり、自分が優勝だということを秘匿しながら、それぞれの人生を歩んでいた人も多かった。そして多くは仮払い金を使い果たしていた。そうした元原告らの元に通知が届き、優勝が配偶者や家族に知られる事態になってしまった。結婚するときに相手に言ってない人もいたんだね。そのため、家庭不和や離婚、追い詰められて自らの命を絶つ人もいた。国からの借金と貸した賠償金の仮払い金は大きな精神的、経済的負担になってしまったんだ。ああ、そうか。金川仮払い金を返金しろと言わない代わりに、自分たちに責任はないなんてことを認めさせたんだね。さっきつくよが23歳ってことは直接 PCB に触れる可能性はないわよねって言ったけど、PCB は事件を受けて初めて毒性が広く知られるようになり1973年化学物質審査規制法で製造禁止、輸入禁止、使用禁止となったんだ。事件発覚から5年も経ってるじゃない。油症事件が発覚した後の問題は PCB の処理だ。金かなどが海に流していた PCB を閉じ込めた。PCB の丘と呼ばれる埋め立て地が兵庫県高砂市にある。金かの工場があるところね。広さ5ヘクタール。海底に溜まった大量の PCB を扇動処理できる施設はどこにもないため、根こそぎすくい上げアスファルトで覆い PCB の丘となったわけだ。事件発覚後、民間主導で各地で処理施設の立地が試みられるが地元の理解が得られず全廃したんだ。汚染土を引き受けてくれって言われて OK とはなかなか言えないでしょうね。2004年、国が全額出資して全国5カ所に設置し処理を始めた。当時は大議論になったものの、今ではこの丘が PCB であることを知らない人も多いから、このまま残り続けるかもな。そんな気がするね。2021年までに PCB 処理にかかった費用は9115億7800万円。国は約2000万円を負担。期限の延長を繰り返しながら今も処理が続いているそうだ。今では触れることさえ危険とされる PCB を、天ぷらやドーナツにして食べてしまっていたなんて。被害者が誰にも話せない気持ちがわかるわ。金見倉庫の社長に、一言コメントをもらおうと追いかけるインタビュアーたち。次世代への健康被害が指摘されているが原因企業としてどう受け止めますか？という質問に社長はピタッと足を止めた。真摯に答えるのかしら？残念だ。原因企業だって、原因企業は金かさんじゃないですか、うちですか？と質問した女性に詰め寄る社長。私どもは責任を取るために来ているが、大元の原因を作ったのは PCB でしょ、って反論してたぜ。見苦しすぎる。被害者たちは認定を待つ次世代のためにも金かに救済の枠組みに入るよう求めているが、次世代に続く被害も含め、尽くすべきは尽くしてきたと言ってるようだ。和解に持ち込んだから強気だね。金見倉庫も内緒では触れないと、これ以上の負担に対応できないという姿勢を示しているようだ。かつての夢の物質が及ぼす残酷な被害は子から孫へと受け継がれようとしてるのに、これで終わりにしましょうって誰が言えるんだろう。ということで今回は人体を破壊した最悪の食中毒事件、金見湯賞事件を紹介してきたがつくよどうだった。ふう、これは風化させちゃいけないわね。ちなみに紹介してる中で PCB がって言い方をしてたけど、PCB っていうよりは変化した。PCBF って言った方が良かったかもしれないな。私はどっちでも理解度は同じだからな。わかりづらかった人、ごめんなさいです。金見倉庫は、金見ライスオイルをそのまま飲んでも体にいいとの売り文句で、西日本で販売していた。食べた人たちは今でも全身のあらゆる症状に苦しめられ、治ることはないんだ。しかも親から子へと世代を超えて受け継がれてしまうなんて。そんな被害が実際にあるってことを忘れちゃいけないわね。つくよはまずゴミを減らすことと、分別から頑張ってくれ。
ダイオキシン怖いから頑張るわ、ということで。ご視聴ありがとうございました。